こんにちは、社会保険労務士の竹久です。今回はですね、社会保険の任意特定適用事業所っていうものについてお話ししていこうと思います。なかなか聞き慣れない言葉だと思いますので、いざ任意特定適用しようと思ったとしてもちょっとどうしていいかわからないっていう方も多いと思います。そこでですね、今回は概要だったり手続きだったりっていうところをご説明できればなと思っております。それではまずですね、任意特定適用事業所っていうのは何なのかっていう話です。そもそもですね、500人を超える大きな企業ですね、こちらについては短時間労働者でも社会保険に入るっていうことになっています。社会保険の加入要件として一般労働者の労働時間の4分の3以上っていうのがありますので、例えばフルタイムが週40時間の会社さんであれば週30時間以上働く人が社会保険に加入できる、逆に言うとそれ未満の人は加入できないということになっています。しかしですね、500人を超える大きな企業に関しては週20時間以上であれば、他にもちょっといくつか要件はあるんですけれども、社会保険に加入できる、むしろ加入しなければいけないということになっています。このルールがですね、今お話ししている通り500人を超える企業のルールなんですけれども、これをですね、500人以下の会社でも適用できるようにする、これが任意特定適用事業所っていうものになっています。任意特定適用事業所になると次の4つの条件を満たす人が社会保険に加入しなければいけなくなってしまいます。1つ目がですね、先ほどもお伝えした1週間の所定労働時間が20時間以上の人、つまり雇用保険に加入している人っていうのが近いかもしれないです。そして2つ目が、同一の事業場において継続して1年以上雇用されることが見込まれることっていうことですね。短期的に有期契約、半年とか数ヶ月の有期契約ではないということです。そして3つ目が、報酬賃金の月額が8万8千円以上であること。仮にですね、労働時間が20時間以上だったとしても月額の給与が8万8千円を下回ってたら加入できないということになります。そして最後4つ目が、学生でないことということになっています。任意特定適用事業所になると、この条件を満たした人たちが社会保険に加入できる、別の言い方をすると加入しなければいけなくなるということになってしまいます。これはですね、一度適用してしまうとその後取り消しをするまでずっとこちらの4つの条件を満たす人は社会保険に加入することになってしまいます。よってこの人は加入させるけどこの人は加入させないみたいなことはできないということです。ここまで聞いていただくとですね、会社目線で考えますと社会保険に加入する人が増えれば社会保険料の会社負担分っていうところが大きくなります。従業員目線で考えても社会保険に加入するとですね、保険料が控除されて手取りが減ってしまうっていうところがあるので、なんでわざわざそんなことをする必要があるのって思う方も多いと思います。しかしですね、労働時間が短くても社会保険に加入したいっていう人がいないわけではありません。諸々の事情で自分で社会保険をかけておきたいんだという人がいるのも事実だと思います。例えば年金とかに関してはやはり保険料の半分を会社が負担してくれてますので、将来の年金額のことを考えると社会保険に加入しておきたいっていう人もいるんじゃないかと思います。従業員の定着だったりとか新規採用のことを考えて、この任意特定適用事業所なりたいっていう会社さんも中にはいらっしゃるのかなというところです。ではですね、こちら実際になろうと思った時に手続きとして提出するべきものっていうのが大きく分けて3つあります。まず1つ目が同意書です。この任意適用事業所はですね、会社が勝手に適用させることはできません。労働者の同意が必要になってきます。労働者の過半数の同意が必要になるんですけれども、その同意を証明する書類の作り方っていうのが3つあります。まず1つ目がですね、従業員の中で過半数代表者を選任してその人が同意をしてくれるっていうパターン。この場合はですね、こちらの資料になります。まずはこの人が代表者で間違いないですよっていう書類を作って、その後その代表者が同意をするという形で2枚組になっています。次2つ目がですね、従業員一人一人に同意をもらうというものです。こちら書類がですね、1人1枚の同意書になっています。こちら全員に配布して過半数以上の人の同意書をもらえればそれを添付するっていう形ですね。そして最後3つ目がこちら、一人一人同意書を書いてもらうのが面倒っていう場合はこのようにですね、連名式のものがあります。結局同意をもらうっていうところは変わりありませんので、レイアウトの方式の違いかなと思います。このいずれかの方法によって同意をもらった後は、次は申出書を提出することになります。こちらが実際の様式です。この申出書に先ほどの同意書を添付して、日本年金機構に提出するということになってきます。そして最後ですね、取得届、もしくは区分変更届というものを出すことになります。任意特定適用を機にですね、今まで30時間未満だった人全員を取得させるみたいな場合は、取得届が当然ですが必要になります。しかしですね、今まで週30時間以上だったんですけれども、週30時間未満になってしまった。そうすると、一般被保険者
から短時間労働者の被保険者っていう区分に変わることになりますので、区分変更届というものを出すことになります。ただここで注意点がありまして、例えば今まで週30時間未満だった人がこの任意特定適用を機に被保険者になるっていう場合、被保険者になれるのは任意特定適用事業所の申し出、こちらが受け付けられた日以降ということになります。よってですね、特に同意書のところが一番時間がかかると思いますので、この適用を準備される場合は早め早めに取り掛かって同意をもらうっていうのが必要になるかなと思います。そしてですね、冒頭でもお話ししましたけれども、一度適用してしまうと、すべての従業員に対してこのルールが適用されてしまいます。よって、同意書をもらうときにですね、きちんと従業員さんに説明して、納得してもらうっていうところが重要になるかなと思います。それでは今後も人事労務について分かりやすく解説していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。